教えてこられたと思うんですけど、公共福祉社会保障論だっていうと皆さんなんか難しそうとかあまりつまらなさそうとか思いますけど、そろそろ社会人として働くことを意識し始めると、経済学の中でも、私たちの生活にすごく密接に関連している学問分野なので、すごく興味を持つ人が増えているな。今まではニュースとかインターネットとかでこう触れてきたテーマが、その背後にはこういうことがあったのかとか、もっといろんな視点で見るとこういうふうに理解できるのかっていう点では、すごく多分視野が広がったっていう学生さんはたくさんいます。あとゼミでは学生さんたちが自分で学びたいテーマを選んで、何人かで力を合わせて発表したり、表現力とかチームワークとか、そういう面では非常に大きく成長しているなと私自身が実感しています。